皆さんこんにちは。今日はね、2021年4月24日土曜日でございます。私はね、今ね、京王線のね、高尾山口駅に来ております。今回の動画ではね、まあ、この京王線高尾山口駅からね、まあ、その少し歩いたところにね、高尾山ケーブルカーがね、あるんでね、まあ、今回はね、その高尾山ケーブルカーにね、乗っていきたいと思います。ではね、まあ、皆さんよろしくお願いします。そしてね、あれからね、少し歩いてね、まあ、私はね、これ高尾山ケーブルカーのね、乗り場までやってきました。まあ、この駅はね、高尾山のケーブルカーのね、清滝駅っていうね、名前がついてるんですね。で、この高尾山ケーブルカーっていうのはね、高尾登山電鉄っていうね、一つの鉄道会社がね、まあ、運営してるね、ケーブルカーなんですね。でね、まあ、この高尾山ケーブルカーっていうのね、まあ、これね、長らくね、まあ、京王電鉄がね、まあ、出資してたもののね、京王電鉄とはね、まだ全く違うね、鉄道会社みたいです。これ私ね、もうずっとね、もうこの高尾山ケーブルカーってね、あれ、まあ、京王電鉄のね、グループなのかってね、思ってたんですかね。違うみたいですね。まあ、ではね、まあ、早速ね、まあ、切符を買ってね、まあ、乗っていきたいと思います。そしてね、これ私切符買ってきたんですけどね、これ高いな、切符。これね、片道切符なんですけどね、495円近くもね、するよ。いや、高いな。もうこれね、下手なね、多分、高額鉄道よりもね、高いですかね。いや、高い。まさかこんな高いとはね、思いませんでしたね。まあ、これね、高くてもね、まあ、200いくらかな、ってね、思ってたんですけどね、まさかね、500円近くもするとはね、思いませんでしたね。で、今ね、これちょうどケーブルカー行ってたとこなんでね、まあ、これ、ね、次の列車をね、まあ、待ちたいと思います。そしてまあこれ高尾山ケーブルカーのね、これ時刻表なんですかね。まあこれ15分前で走ってるみたいなんですかね。いやでもそれでもね、あの文字いいですね。なんかすごいね、まあ、その古い感じがね、すごい漂ってますよね。だからいかにもね、まあその昔から使ってたって感じ。まあそして向こうにはね、京王ライナーのね、臨時佐々木整理したのね、マウント高尾号のね、広告があるんですかね。まあ、これ実はね、もう私もね、まあ、今回これマウント高尾号にね、乗ってここまで来たんですよね。まあ、でね、まあ、多分もう少し待ったらね、多分列車がね、まあ、来ると思うんでね、列車がやってくるので、待ちたいと思います。そしてね、列車がね、やってきました。まあ、そしてこれね、どんどんね、まあ、こういう坂をね、下ってきましたよ。まあ、ちなみにね、これね、上にね、パンタグラフのようなものがね、ついてるのお分かりだと思うんですかね。まあ、このケーブルカーっていうのはね、なんかね、多分ね、天気はね、天気はね、まあ、その上の架線からね、まあ、パンタグラフで、ね、終電してるみたいですね。そしてね、あれ、形式はね、高1型っていうみたいです。そしてまあ、これ発車までね、多分あと10分ぐらいあると思うんですがね、列車やってきましたね。多分これ、まだね、これ改札始まってないんですかね。もうそろそろね、まあ、これ改札開始されると思います。そしてこれ改札開始されたんで中入ったんですかね。これちょっと見るぐらいだったらいいと思うんですかね。こんなものも飾られてます。これケーブルのやつですよね。そしてこの車両はね、こんな感じにね、東京オリンピックのね、ラッピングがね、押さえてますね。まあ、でね、この高尾山ケーブルカーのケーブルなんですかね。これね、まあ、通常のね、10倍以上の強度があってね、毎日ね、切れた時もね、2メートルぐらいね、線ずりずりって落ちるぐらいでね、安全に止まれるようなね、設計になってるようです。まあ、これなんでね、まあ、そんなね、すごいね、設計をされてるのかっていうのはね、後ほど言いたいと思います。でね、私は乗車しちゃいたいと思います。まあ、そしてね、まあ、これね、こんな感じなんですかね。向こうにね、まず、清滝っていうね、駅名表なんかもね、ありますね。そして、ね、まあ、今回、そして、ね、まあ、これね、ケーブルカーね、まあ、これ、すごいね、斜めな感じがしますね。まあ、斜めにできてるか当たり前なんですけどね。私、ケーブルカーなんて、ね、久々に乗ったんで、ね、いや、この感覚久々ですよ。まあ、ではね、まあ、列車が発車するので、ね、待ちたいと思います。そしてね、列車はね、まもなくね、清滝駅を発車します。そしてこれすいませんね、ちょっと手ぶれがひどいんですがね、まあ、これね、あれ、前の方にね、まあ、親子の人たちがね、まあ、この前でね、こう見てたんでね、まあ、そこをね、まあ、この動画のためだって言って、ね、ゴリゴリ行くわけにはいかないんでね、まあ、後ろからちょっとアップするような形になってんでね、あ、まあ、画質とかね、まあ、ちょっと手ぶれとかひどいですかね、まあ、ちょっとそこはご了承ください。まあ、手ぶれも多分、後の方になったらもっとマシになると思います。そしてまあ、列車はね、まあ、そんなこと言ってないね、まあ、だんだんね、まあ、こう山を登っていきます。そして列車はね、清滝の駅を出て、ね、すぐにね、まあ、このトンネルに入るんですね。
すいません、この高尾山ケーブルカーっていうのはね、岐阜県駅からね、終点の駅はね、高尾山駅となっております。そしてこれさっき見てくださいよ、このこれまあこれで、ね、今の時点でもね、まあまあね、その勾配あるように感じるんですけど、ね、この先グイーンって一気にね、その勾配がねきつくなってますよね。いやー、はい、いやー、すごいな、これもうここから見るとすごい光景ですよね。いやー、すごい。まあこれね、ちょっと言うの遅くなったんですかね、もう高尾山ケーブルカーっていうのはね、これね、まあ今こことかはね、まだ全然緩い方なんですがね、もう日本一ね、勾配がきついケーブルカーなんですよ。日本一勾配がね、きつい鉄道なんですね。だからね、ほんとね、勾配っていうのはね、とんでもないようなことになっております。今は序の口ですからね、まだ。そしてね、列車ね、これね、中間地にやってきました。そして、これは大体全国のケーブルカーどこでもそうなんですかね。ケーブルカーっていうのは中間地でね、こんな感じにね、行き違いができるようなね、設備がついてるんですよね。そして向こうにもね、またね、列車がね、降りてきました。塗装がね、同じみたいですね。そして今引き違いしたんでね、またね、単線に戻ってね、引き続き登っていくっていう感じになると思います。で、まあ、この高尾山ケーブルカーはね、こっから先がね、さらにね、その勾配がきつくなるんですね。まあ、これ動画でもわかるかと思うんですがね、さらにね、その角度がね、もうきつくなってるので、ね、もうわかるかと思います。いや、すごいな。ほんとね、この勾配がね、もうとんでもないですよね。最近私ね、さっきも言ったんですけどね、ケーブルカーなんて乗ってなかったんでね、これを見ると、うお、すげえなーってね、思いますよね。そしてね、まあ、これ列車ね、まあ、こう橋みたいなね、その形状のところで、走ります。そしてこれ見えますかね、この先のこの、グイーンって一気に登った勾配。このね、登ってるところがね、まあ、日本一ね、きつい勾配となっています。いやー、そしてすごい勾配ですよ。これね、今私鉄人に捕まってね、まあ、これ撮ってるんですがね、これ鉄人が手離したらね、間違いなくね、一緒に転げ落ちそうな感じですからね。これね、大げさに言ってる時にね、本当にそうです。いやー、意外、やばいな、これ。本当にね、これね、鉄人に掴んだからね、もうこれ間違いなくね、これね、こう、通っていってね、行っちゃいますよね。こんなにね、もう、まずね、まあ、普通鉄道だったらね、間違いなくね、ずり落ちます。いや、すごい勾配だ。いや、もう本当にすごいですよね、これ。本当にね、もう、やばいの一言。おっしゃ、これ、書いてますよ。日本一の勾配ってね。まあ、でも本当これすごいですよね。まあ、こんなんね、電車じゃなくてね、まあ、これ歩いて登ったとしてもね、もうなかなかきついと思います。そんな坂をね、もう鉄の、レールの上をね、鉄のレールで走ってるね、鉄道で登ってるなんてね、考えられませんよね。まあそして、最後にトンネルを抜けてね、列車高尾山駅に到着。まあいよいよね、まあこの急勾配地獄からね、解放されます。いや、そしてようやく着いたって感じですよ。いや、やったー着いたーじゃなくて、もうようやくこの地獄から解放されるって感じですからね。そしてね、列車はね、高尾山駅に到着。もうね、ほんとね、これすごかったですよね。そして乗ってきたね、こう、1型。まあ、こんなね、列車でね、ほんとあの勾配を登ってきたと思うとね、もうすごいですよね。いやー、すごい。そしてね、私はね、高尾山駅に到着しました。まあ、これはね、その高尾山全体の中でね、まあ、大体中腹ら辺に当たるんですよね。まあ、そしてここは景色がね、もう良さそうだから見たらね、いや、すごいな、これ。ほんとにね、これケーブルカーの乗車時間ね、7分ぐらいだったんですかね、たかがケーブルカーで7分登ってきただけですよ。そんなね、ものとは思えませんよね。いや、すごい登ってきたんだなって感じがします。まあそしてもう高尾山駅があるんですがね、向こうの方にね、高尾山の展望台があるみたいなので、登ってみたいと思います。いや、そしてね、まあこれ登ってきたんですがね、この景色ですよ。いやー、綺麗だ。まあこれまだね、行ってもね、高尾山中腹ですからね、こんなに綺麗に見れるとは、いや、だいぶ随分登ってきたもんですよね。いやー、だいぶ高いよ、これ。もう結構でもその東京とか一望できますからね、割と。まあそして向こうにはね、中央自動車道の八王子ジャンクションかな、多分。
が見えたりだとかね、あとね、これずっとね、もうのケーブルカー登ってきたね、もうケーブルカーの線路なんていうのがね、見えたりもしますね。そして一番、下にあるのがね、あれね、清滝駅ですよね。こう見るとね、随分登ってきた気がしますね。いやー、すごい。いやー、それにしても絶景ですね。まあ、でね、今私はね、この展望台がね、さっきの高尾山駅の方に、ね、降りてみたいと思います。そして私はさっきの展望台がね、高尾山駅前に、ね、降りてきたわけなんですがね、まあ、ここはね、もうさっきね、ケーブルカーがついてすぐの時はね、結構人がね、まあ、たくさんいたんですがね、まあ、このケーブルカーがついてしばらくするとね、まあ、みんなね、人もまばらになってね、もう人はね、ほとんどいなくなってましたね。まあ、多分ね、まあ、その人たちに、ね、みんなね、まあ、その山頂へ向けて、登ってったんでしょうね。まあ、私はね、今もう、今回、ケーブルカーに乗るのが目的だったんでね、まあ、ここからね、今、下山したいと思います。まあ、でね、帰りはね、ちょっとね、歩いてね、まあ、高尾山口駅まで、下山したいと思います。そしてね、私ね、帰りはね、歩いてね、まあ、清滝駅まで、下山してきました。まあ、ケーブルカーだったらね、6、7分ぐらいでね、まあ、登れたのがね、歩いたらね、多分2、30分ぐらいかかりましたね。いやーでもね、ほんとケーブルカーすごかったですよ。ちなみにこれさっきね、ちょっと言い忘れちゃったんでね、まあ、これ今言いたいと思うんですがね、よくね、鉄の坂っていうのはね、何パーミルっていうね、単位で、まあ、言われたりするんですがね、あれ、もうこの高尾山ケーブルカーのね、一番きついところのね、勾配はね、なんと608パーミル。いやーもう化け物級ですよね。ほんとね、あれ、普通鉄道のね、だったらね、間違いなくさっきずり落ちるって言ったんですかね。前ね、まあ、今もう廃線になっちゃってますかね。JR で、すごい勾配だってね、言われてたところでね、言われてたね、薄い峠のね、あれ、横川、軽井沢間だっけ？あそこでね、68パーミルとかなんかそんなんだったんで、ね、それの10倍ですよ。いやー、とんでもないです。まあ、10倍もないから68、68パーメンだったら10倍もないですかね。もう本当にね、もうなかなかのレベルの勾配だっていうのはね、まあ、わかるかと思います。いや、でも本当にね、すごかった。まあ、皆さんもね、まあ、ぜひね、まあ、この高尾山に、ね、登る際はね、高尾山ケーブルカー乗ってみてはいかがでしょうか。で今回私乗って思ったんですかね、高尾山ケーブルカーっていうのね、これ、ね、座るよりも立った方がね、面白い。座ってたらね、なんとなくね、ああ、すごいとこ登ってってんなーぐらいにしか感じないんですかね。立ったらね、勾配っていうのがね、直に体で感じられるんでね、いや、ほんとね、まあ、皆さんもね、ぜひね、まあ、乗ってる人に、ま、余裕があるときは、ぜひね、ま、立つってことをね、まあ、意識してみてはいかがでしょうか。ではね、まあ、皆さん、ではね、まあ、この動画ね、まあ、この辺までしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。